が咲いた時に、散布すると。ただ今根菜を多く、今の時期は根菜を植えてる方が多いので、ちょうど、2ヶ月収穫から、2ヶ月から1ヶ月前にかけてあげるとすごい、植物が揃ってくるということですね。まあ、今今年ちょっと異常気象というかですね、まあ、すごい気温が暖かくてですね、元日が、以前よりも早く効いてしまうということが、多く効いてます。特に、まあ、活性疲労は特に早いですよね。有機はまだ遅いにしてもですね、収穫まで、肥料が持たないということが、うちの畑でもやっぱりそれはちょっと、感じられました。で、今まではですね、こういうリン酸カリのものを撒いてたんですけど、実は追肥でも窒素を撒いてかんとちょっと、成長が肥料切れになってしまってて、窒素も、必要とする状況にやっぱり今あるっていうのが、今年私たちも作って思ってたところですね。やっぱり肥料の効きが早い、まあ、もちろん、まあ、元肥を少なくしてですね、追肥に回すっていうやり方でもいいんですけど、まあ、キラ焦点は基本的には1ヶ月、定植から1ヶ月から2ヶ月の間に、キラエースかキラグリーンエースですね、まあ、根菜類なんで、どちらかになるんですけど、追肥するんですけど、まあ、それに、最後仕上げで